2020年超大型プロジェクト、アイランドをきっかけに結成された、エンハイペン、読み方、エンハイプン。ジュンゴン、ヒーズアング、ジェイ、ジェイク、サングーン、スノー、ニーケーアイの7人で構成された、韓国初のグルーバルグループです。そんな彼らが2月23日から25日に韓国、ソウルのクスポドームにて、 エンハイペンワールドツアーフェイトプラスインソウルを開催。これは昨年行われたワールドツアー、エンハイペンワールドツアーファトのアンコール公演で、今回のソウル公演の他に、4月からはアメリカご都市での公演も予定されています。キャンキャンでは即ソールドアウトした今回の3日間のコンサートから1日目の、 2月23日の公演のレポートをお届けします。写真7枚、韓国発7人組グローバルグループエンハイペンアンコール公演を写真でチェックする。世界を回り、約7ヶ月ぶりにソウルに戻ってきたエンハイペン。昨年7月のソウル公演を皮切りにスタートし、日本、アメリカ、さらにアジアと世界各国を回ったワールドツアー。 エンハイペンワールドツアーファト。今回のエンハイペンワールドツアーフェイトプラスインソウルはワールドツアーのアンコール公演でエンハイペンにとって約7ヶ月ぶりとなるソウル公演になります。壮大な世界観の中、白の上下に王子様のようなジャケットで登場した7人。ドランクデイズドからスタートし、 色気のあるダンスパフォーマンスで会場は一気に熱気に包まれました。続けて、ブロックバスターを披露すると、久しぶりにソウルに戻ってきました。トリーダーのジュンゴン、そしてメンバーたちも挨拶。J はこの日体調不良でしたが、J は、エンゲネ、読み方、エンジン、ファンの総称に会いたくてステージに上がりました。J のためにいっぱい叫んで、 と、チュンゴンが会場に呼びかけました。その後、レッド・ミー・イン、二重・キューブ、フリッカ、フィーバー、さらに昨年にリリースされたフィフスミニアルバム、オレンジ・ブラッドの収録曲、スティル・モンスター、お披露。次のパートでは、白ベースのカジュアルな衣装にチェンジして登場した彼ら、フューチャー・パーフェクト、パスザミック、さらにダンサーも登場し、 ブレストカースド、などを披露。2021年に大ヒットした曲、タムドダシェット、では、メンバー同士でラグビーボールを投げ合いながらパフォーマンス。最後にヒーズアングが客席に向かってボールを蹴り会場は大いに盛り上がりました。